アイテム番号 SCP-675JP。オブジェクトクラスセーフ。特別収容プロトコルすべての SCP-675JP はサイト、8122の冷蔵用定期用井戸物品収容ロッカーに保管されます。SCP-675JP の編成を防ぐため、ロッカー内の温度を3度、276K に保ってください。SCP-675JP 暴露者発見のため、回収部隊津、13、大敗のみ、が全国の救急搬送事例と、脳外科及び精神科の診療記録を常時監視しています。SCP-675JP 暴露者と認められた場合、回収が行われ、対象は失踪または死亡した者として扱われます。担当者の許可なく、SCP-675JP の実験を行うことは禁じられています。説明 SCP-675JP は、一般的に日本酒、酒、と呼ばれる種類のアルコール飲料です。SCP-675JP には高純度のミネラル及びアミノ酸、タンパク質、糖分が含まれ、通常の日本酒とは組成が大きく異なりますが、SCP-675JP 自体にはいかなる異常な点も見受けられません。すべての SCP-675JP は一般的な規格の瓶に封入され、大吟醸高位能のラベルが付けられています。現在までに74本の SCP-675JP が発見され、うち68本が保存されています。SCP-675JP の異持用性は、GABA、A 受容体1を持つ生物が SCP-675JP を摂取した時に発現します。SCP-675JP 摂取により血中アルコール濃度の上昇があり、かつ血中アルコール濃度が 0.10% 以下の場合、時間経過に従い対象の大脳皮質が融解していきます。この融解は一般的な脂肪の熱融解プロセスに酷似しており、影響を受けた脳細胞は不可逆な損傷を受けます。現在までの調査では、血中アルコール濃度 0.10% の状態を約3時間保持すると、対象のすべての大脳皮質が完全に液状化することが判明しています。大脳皮質融解の影響として、ろれつが回らなくなる、バランス感覚が失われる、記憶が欠落する、等の影響が現れます。血中アルコール濃度が 0.10% を超えた場合、融解は白質まで拡大し、未融解の脳下部を圧迫し出します。白質の融解、小脳の圧迫、及びそれらに伴う髄圧の異常性上昇により、対象の言動はより上気を逸したものとなります。同時に、対象はもはや自身の足で自立不能になり、脳機能の低下が顕著になっていきます。脳細胞の融解が進行すると、対象は極度の悪心に襲われ、多くの場合嘔吐します。対象の脳細胞はこの時点ですでに十分に液状化しているため、嘔吐を試みた対象の眼球を押し出し、もしくは対象の鼻孔内の穴から口腔へと流出し、外部へと漏れ出します。このプロセス中に対象が死亡することはありません。SCP-675JP を摂取した者は一様に、過去飲んだ中で最も美味しいお酒である、と証言し、アルコールによる正常な反応以上に多幸感を得ることがわかっています。このため対象はより多くの SCP-675JP を消費することを望み、結果として大脳の完全な融解という結果をもたらします。また、他者に SCP-675JP を飲むことを強く勧める傾向にあります。SCP-675JP による全ての対外的な影響は、一般的なアルコールによる酩酊状態と外見上の差異がないため、対象自身を含め周囲の人員が異常に気づくことはありません。アルコールの分解が終了した後、対象は通常通り酩酊状態から回復しますが、現在まで融解した脳細胞を戻す試みは全て失敗に終わっています。回収記録、市にある居酒屋チェーン店で飲食した客が急性アルコール中毒で搬送された際、CT 検査にて当該被害者が、脳なし、であることが発覚したことから、SCP-675JP の特定につながりました。で飲食した全ての客の追跡調査が行われ、うち、人が SCP-675JP 暴露者として回収されました。その後カバーストーリー、急性アルコール中毒による死亡事故が適用され事件は収束しましたが、未回収の SCP-675JP 暴露者の人数は未知のままです。当該居酒屋店から数百メートル離れた路上にて、SCP-675JP 犠牲者と見られる男性に対し、尾行上部に感情の棒を突き刺し、削除済み、不審な男が発見されました。
外見上は酩酊者を解放しているように見えましたが、犠牲者が終始規制を上げていたため、周囲を巡回中だったエージェント、山嵐がこれを不審に思い、男を拘束した後にインタビューを行いました。インタビュー記録をインタビュー記録 SCP-675JP に示します。インタビュー記録 SCP-675JP。インタビュアーエージェント、山嵐。対象男性、ホイ対象は重度の斜視と歩行障害に陥っていた。記録開始、エージェント、山嵐こんばんは、あんたは一体何を？男埋め、酒を飲んだか？エージェント、山嵐職務中ですんで。15秒沈黙、男飲んだん？と、エージェント、山嵐あの人に、何してたのかって、聞いてるんですよ。男酒好むで、えが、べ、みなせぬ。酒ば進めてだだの。エージェント、山嵐質問に答えてもらえないですかね。男アンビエのええつまみがありじゃが、すっとも、おみも欲ししかど？エージェント、山嵐あの。男酒じゃうめ。すたらば飲んだんど、人の頭、うめじゃろて。かちこわるでダメだかんど。せば、すうじゃ、で。エージェント、山嵐はぁ。男うめかろ、さちいだろ、おめも飲め。エージェント、山嵐あのお酒について何かご存知で？男。笑い、おめさにはわからんじゃけ。わあさあためばいらんじゃろて、投げろてみな言うべさ。わさなっんて正しひことばさる人らなんだべ思て、して飲んだっけ。エージェント、山嵐難解ですね。男での、そいがしこったまんめだかんの。やっこら、こいだしるべえよ。わさ思うんべ、こんら神様情けだが。したっけ、めんなこれすずめてっと、しゃっけ。エージェント、山嵐。男酒ば飲むれ。おめも投げれ。なあの頭ばへばせろじゃ。エージェント、山嵐、インタビューを終了します。記録終了、終了記録東北地方の鉛に理解のある職員に意見を求めたところ、対象は、他人の脳みそをすすったのは、うまくてつまみになるからだ。脳みそは不要だから捨てろと皆が言ったので。酒を飲んだ、という趣旨のことを述べているそうです。皆とは口述の酒造と関係があるものと思われます。対象は拘束されたまま、他犠牲者と同じく財団の医療室へ運ばれましたが、自身の小脳を吐き出した後、完全に会話不可能な状態に陥ったため、収容されました。男の蘇生は現在に至るまで判明していませんが、南部、下北の鉛であることから青森県東北部の出身であると予想されています。回収された SCP-675JP は、後の調査にて秋田県に存在する小鹿、酒造による製品であると判明しています。当該酒造への調査が入りましたが、小鹿、酒造のすべての従業員は SCP-675JP の影響を受けていたため、SCP-675JP 製法の詳細は未だ分かっていません。断片的な情報から、小鹿、酒造の従業員たちが幸福な世界の実現、脳髄による支配からの脱却という思想を持っていたことが判明しています。小鹿、酒造は周囲の村に SCP-675JP を配ることで信頼を得ていたことが分かっています。これら SCP-675JP は後に財団により回収されました。残存する書類からの、製法解析の試みは継続治癒です。